第3章ではページを作成する前にあらかじめ決めておかなければならないページの仕様と設定事項を解説します。ウェブ制作最初のポイントとして、ユーザーの環境を考慮して仕様決定する作業が大切です。ブラウザの種類やバージョン、OS、プラグインの有無などによって表示に違いが出ます。また、パソコン、PDA、携帯電話のどれを対象にするか、画面サイズをいくつにするかで制作の仕方がかなり変わってきます。このようにユーザビリティに配慮した形で、しかもユーザーに好んでもらえるように制作しなければなりません。では、具体的にページの仕様について解説していきます。まずは、index.html を開いてください。ページ作成に使用する言語の仕様、バージョン、文法を示すドキュメントのタイプを設定します。ドキュメントウィンドウ右側の三角ボタンをクリックしてメニューを表示させます。ここでドキュメントのタイプなどの指定や XHTML に変換できるコマンドを選択することができます。デフォルトでは HTML4Transitional になっています。仕様が決定したらここで宣言しておきましょう。今回はデフォルトのままにしておきます。オブジェクトツールバーの右下にあるパレットオプションボタンをクリックし、構成から HTML 仕様を選択すると、規格に合わないオブジェクトアイコンが非表示になります。i モード HTML5.0 に変更した場合も、オブジェクトツールバーにあったテーブルオブジェクトなどが消え、利用できなくなることがわかります。確認ができたら、仕様を Go Live に戻しておきましょう。次は、ウィンドウの大きさを設定する方法です。ユーザーによって使用しているモニタの大きさは様々です。したがって、モニタの大きさに合わせ、ウィンドウのサイズも調整が必要になります。ドキュメントウィンドウの右下の隅をドラッグすると、表示サイズを変更することができます。また、右下にあるレイアウトのサイズボタンをクリックして、表示されるメニューからサイズを変更することもできます。ここでは580に設定してみましょう。ウィンドウのサイズが変更されました。また、レイアウトのサイズボタンをクリックして、メニューから設定を選択すると、ウィンドウ設定のダイアログが表示されます。ここで新規ドキュメントウィンドウのサイズと位置を設定することができます。OK ボタンをクリックしてみましょう。メニューバーのファイルから新規ページの順に選択し、新規ページを作成してください。すると設定した通りに幅580ピクセルの新規ページが作成されます。確認ができたら、×ボタンをクリックして、新規ページを閉じてください。次に、ページの設定をしていきましょう。ドキュメントウィンドウ左上のヘッダの横に三角のマークがあります。これは、ヘッダセクションの開閉の切り替えボタンで、クリックするとヘッダセクションが表示されます。HTML ページはヘッダとボディの2つのセクションで構成されています。ここにヘッダセクションとしてタイトルや表示される言語などのページ情報が保存されています。ページタイトルについて解説します。ページタイトルはブラウザのタイトルバーに表示されるほか、
ブラウザでブックマークやお気に入りに登録するときもこの名前で登録されます。一般的にページの内容を手短に表す文章や単語を入力します。必ず入力しなければならないというルールはありませんが、どのようなページなのか分かりやすくするためになるべく入力するようにしましょう。ヘッダーセクション内のタイトルエレメントをクリックし、インスペクタパレットのページタグ内のタイトルの枠内に入力します。デフォルトでアンタイトルドページと表示されているので、ここではサンプルページ1と入力しましょう。タイトルの入力方法はこの他にも、ドキュメントウィンドウ内のタイトルコロンの右の文字列をクリックし直接入力することもできます。ではタイトル入力後のソースを確認してみましょう。ドキュメントウィンドウ左下の隅にあるソース分割ビューを表示、非表示ボタンをクリックしてください。先ほど入力したタイトルサンプルページ1がタイトルタグに囲まれているのが確認できます。それではここまでに完成したサイトをプレビューしてみましょう。ドキュメントウィンドウのレイアウトプレビュータブをクリックします。プレビューが表示されました。ページの中身はまだ作られていないので真っ白です。プレビュータブは GoLive CS を使用してタブを切り替えるだけでプレビューできますが、作成したページが実際にウェブ上で正しく動作するか確認するためにはブラウザでのプレビューも欠かせません。ツールバー上のブラウザでプレビューボタンをクリックしてください。どのブラウザを利用するのか設定されていないので、このようなメッセージが表示されます。 OK ボタンをクリックしてメッセージを閉じましょう。すると環境設定ダイアログが表示されます。ブラウザを選択し、すべてを検索ボタンをクリックすると、使用しているマシンにインストールされているブラウザが検索されリストに表示されます。それらの中から標準ブラウザに設定したいものにチェックをつけます。ここではインターネットエクスプローラーにしておきましょう。最後にOK ボタンをクリックします。すると設定したブラウザが開き、プレビューすることができます。中身がないのでこちらも真っ白です。タイトルバーには設定したページタイトルが表示されているのが確認できます。ではブラウザは閉じておきましょう。標準のブラウザが設定されると、ツールバー上のブラウザでプレビューボタンもブラウザのアイコンに変わります。メニューバーからファイルを選択、プレビューインの順に選択すると標準設定以外のブラウザで表示することもできます。